メキシコシティメトロポリタン大聖堂メキシコシティメトロポリタン大聖堂の位置メキシコシティメトロポリタン大聖堂はメキシコの首都メキシコシティにあるカトリック教会の大聖堂であるカテードラルメトロポリタナデラ・アスンシオン・デ・マリアとも呼ばれるスペインの建築家 EN クラウディオ・デ・アルキニガと EN ジュアン・ミゲル・デ・アグアロがデザインしたルネサンス バロック、新古典主義様式が採用されている。1573年に建設が始められた。1614年に、ハセクラ施設団が訪問している。建設開始から300年を経て18、1818年に完成した。ハプスブルク家出身の皇帝マクシミリアン一世が1864年に、ここで、大冠式を行っている。プルタルコ、 エリアス・カリエス大統領がカトリック教会を迫害し始めたとき、教皇ピウス11世はメトロポリタン大制度を閉鎖することを決め、再開されたのは1930年だった。1962年には火災にも見舞われた。2007年にも民主革命党の支持者によって襲撃される事件が発生した。2008年建設当初に隠されていた。 タイムカプセルが発見され話題となった。ありがとうございます。